こんにちは、彩香です。今日は初心者でも簡単にプログラミングで会員制のページと EC サイトを作る方法をお伝えしていきたいと思います。私自身はこうアーティスト活動をする上でっていう感じなんですけど、その他にもご自分で起業している方ですとか、発信活動をしている方ですとか、そういう会員制のページを作ってみたいなっていう方いらっしゃると思うんですけど、やっぱりファンサイトを使ったりとか他の仕組みを使うとやっぱ手数料ってすごく大きいなっていうふうに思うので、なんか自分で作ってみたいなっていう方もいるかなと思うので、私なりにちょっと頑張って作ってみましたので、方参考にしてください。構想としてはこちらに出してみたいと思います。はい、で今回はこちらの冊子をね参考にいろいろ作ってみました。この本が何がいいかというと、最後 EC 機能が最終的なゴールになっているので、この通り進めばそこまでたどり着けるっていうのがすごくいいところになっています。こちらの本のチャプター7っていうのが実践的なスクリプトっていう EC サイトを作るところになりますので、そこから学習していくとめっちゃいいと思います。でまずはお客様の大切な個人情報を保管するデータベースというところがあります。そこにホームページがアクセスして、そこから情報を取っていくっていうような形になります。なのでまずはデータベースにお客様の情報をどうやって格納するのか、そして商品ですとか、私の場合だとプレゼント品ですけど、プレゼント品をどうやって格納するのかを整理して作っていくということになります。それは大抵レンタルサーバーなところで使うことができると思います。これが私のデータベースに作った表になります。でここにも書いてるので、そこを少しアレンジしながらお客様の情報、そして次に商品だったりとかプレゼントだったりとか、そういう情報を入れる表を作っていきます。そしてアクセスするスタッフ ID というパスワードがあるので、そちらをこういった文章ですね、これをホームページに載せますと、ホームページからこのデータベースにアクセスをして、そこから引き出すことができるっていう仕組みになります。なのでまずはこのように作ってください。で今回こっちも共通するんですけど、インプットとアウトプットっていうページ2枚必要になってきます。インプットはこんな感じでフォーム、データを入力したりとか表示している場面で、次にアウトプットはどういう作業をしてほしい、そして最後にこう表示してほしいっていうのを書いていくようなページになります。はい、でこのデータベースを入れ終わったら、最初にログインのページを作っていきます。このログインのページなんですけど、最初セッションっていうものを始めるんですね。1回セッションを始めると、その後いろんなところにアクセスしてもそのセッションが残っていて、今回はこのセッションのカスタマーっていうセッションを開始します。そのセッションの中に、高校のログインページの前にすでに登録してある情報をこのセッションカスタマーってことに全部入れていくんですね。そうするとその後の違うページに飛んだ時もその情報が残っていて、あ、この情報あるのでログインしてあるのでここの情報出しますっていう風にいろいろ出していけるわけです。なのでここにセッションを開始して、セッションカスタマーにいろいろ格納するっていうのがめちゃめちゃ大事な作業になります。でここで何をやってるかというと、私の場合はログインネームとパスワードだけですね。それがちゃんとあるものかなっていうのを検査して、ありましたら次のページに行くことができます。次はお客様情報の登録更新のページを作っていきます。そちらがこれになります。で私はこの本にはない郵便番号とメールアドレスを追加しています。で配送の機能も使いたいよって場合は、こちらの住所等も入れてねっていう形にしました。配送しない場合はログインの名前と一緒でいいよっていう形にしてあります。こちらがインプットですね。次にアウトプットに移っていきます。最初のところはログイン名の重複の確認をしてくれています。最初はログイン済みの人の場合、ログインしている ID 以外で同じログイン名の人がいるかなっていうのを調べてくれていて、次はログインしていない場合、同じログイン名がいるかなっていうのを調べる文章になります。そして
次の文章でログインをしている場合、さっきの言っていたカスタマーのセッションっていうのがあった場合は更新の手続きになりますよっていうことで更新の文章が書いています。もし違ったらっていう文章がこっちですね。この文章は新しい情報として新規で登録しますっていう文章になります。こちらが終わりますと次のデータベースに行きましてお客様の情報として登録されるというわけです。で、追加したこととしては、お名前がちゃんと入っているかっていうのを確認することと、あとはメールアドレスもちゃんと形式通り入っているかっていうのを調べるものと、パスワードも形式に沿って入れてくれてるかなというのを調べる機能をつけています。そしてお客様の情報はすごく大事なものになるのでハッシュ化というものをしておりまして、私の方のデータベースでもお客様のパスワードを確認できないという仕様にしました。これに関してはチャット GPT にいろいろ聞きましたここの強度を上げるためにはどうしたらいいですかとか、この指定をこの何桁何桁にするにはどうしたらいいですかって聞くとこうチャット GPT 返してくれるので、実際にそれを実施してみてうまくいったらそれを入れるみたいな形でここを強化してみました。私なりに調べてやってみましたが、他にもそういう守ることっていうのはできると思うので、お客様の情報をなくしてしまったりとかっていうのはすごい大変なことになると思うので工夫してやってみてください。はい、ということで次はショッピングカートを作っていきます。で、商品の一覧ページをまずは作っていきたいと思います。私の場合は他の機能もあるので、まずはホームのところに一部だけ載せるのと、詳しく見るってなったら全商品が載っているっていうような形にしました。ホームの場面がこちら、そのもの全部載せるのがこちらになります。で、一部を載せている方はここで終わってくださいっていう文章、この文章ここら辺にあるかな、をあるとそこの方で止まってくれるっていうものを使ってたので、一覧を作った後にそこを埋め込むとこのような表示をすることができます。で、こちらの商品の方ですね、もう一回ピュッと押しますとこちらが詳しい情報が出てきます。詳細ページを見てカートに飛んでもらうことになります。さっきはカスタマーっていうセッションを作ったと思うんですけど、次はセッションプロダクトっていうセッションを作っていきます。そうするとセッション、商品番号、名前とか価格、個数っていうものを全部内包していきます。そうすることで記憶されているので、その記憶されているカウントと新しいカウントを計算してくださいねっていう文章にするとカートの中で個数が合計されていきます。価格もね、計算されていくようになっています。で、これは個数とか値段とかも入れてるんですけど、それを入れないバージョンがフェイバリット、お気に入り機能をつけたのでこちらになりますね。で、購入ページについて作っていきます。はい、で、決済ページなんですけれども、ストライプさんを使っています。こちらは手数料も結構安くて、で、もう私はそのまま決済ページ載せていますが、いろいろカスタマイズもたくさんできるものになるので、で、決済機能として日本の中でもいろんな店舗にも入っているような信用の受けるところなので、すごく使いやすいんじゃないかなと思います。で、こちらまで行ったら購入が確定するので、その内容をメールで送るっていうこととストライプのページに送るという仕様にしましたっていうのが EC サイトの部分で、最後にファンミーティングについてお伝えしていきたいなと思います。これは予約機能っていう感じですかね。エステサロンをするとかネイルサロンをしますよって方に使いやすい機能かなと思うんですが、私はファンミーティングの方は Zoom で、テレビ電話または電話、そしてテキストで月に1回10分ぐらいお話できたらいいのかなと、このような形でフォームを選ぶことができて、それを送信してメールを送れるっていう仕組みをこんな感じで作りました。
ということで最後までご覧いただきありがとうございました。今の時代いろんなところあると思うんですけど、やっぱ手数料がかかってくるかなと思うので、まあ、お時間があったらこういうので作ってみて、もちろんなんかこう広告としてそういう大きいプラットフォームに出してしっかりと信頼関係が結べたらこちらにね来てもらうっていう形を取るのがいいのかなっていうふうに思います。そう、今まで DM くださったりとか、こう規制的にサポートしてしたいなって言ってくださることにすぐお答えできないっていうのが本当に申し訳なかったので、今回そういうご要望にお答えできる、そして自分のやりたいことにも合ってるっていうあのサービスができたんじゃないかなと思って、すごく嬉しいです。で、こうして待ってきてくださった方々のおかげだなと思います。今後はあの購入品の紹介とか音楽系のこともねどんどんやっていきたいなと思いますので、ぜひ見てみてください。ということで、まあちゃんと動くかなと見てみたり遊んでみてください。いつも応援してくださってありがとうございます。ぜひ遊びに来てみてください。バイバーイ。